塩化テトラメチルアンモニウムは化学式 4NCL で表される第4級アンモニウム塩である。極めて吸湿性の高い無色の結晶で水や極性有機溶媒に可用である。塩化テトラメチルアンモニウムは塩化アンモニウムを炭酸ジメチルでアルキル化することで合成できる。調査アルキル元を持つ第4級アンモニウム塩が極めて有用であることと比較すると 塩化テトラメチルアンモニウムにはそれほどの有用性はなく実験室での利用が主である。有機合成の際にメチル化剤や稀に沈殿剤として用いられる。DNA が日本鎖を形成する際、a t 塩基体は g c 塩基体と比べて熱的に不安定であるため DNA 分子の GC 顔料によって物理科学的挙動に差が生じる。 例えば GC に富む DNA は AT に富む DNA と比べて日本鎖の乖離により高い温度を必要とする。しかしテトラメチルアンモニウムイオンは DNA の AT 塩基体に結合して安定化させる性質があり、およそ3モル L の濃度では塩基による熱安定性の差を完全に解消させることができる。そこでアミノ酸配列から塩液した宿体プローブを用いて、 サザンブロッティングを行う際に TMAC が用いられるようになった。縮体プローブは GC 顔料の異なる複数のプローブの混合物であるため通常は GC 顔料が最も低いプローブに反応温度を合わせる必要があり GC 顔料の高いプローブが偽陽性,性を与えてしまうという難点があった。しかしサンモル L の TMAC を含む反応系では プローブの GC 顔料によらず一定の温度で対合が起こるために性陽性が減少する。低濃度では PCR の収量や特異性を向上させるために用いられる。60メートル M の濃度では a t n 機体を安定化することで収量を5から10倍に向上させることが示されている。ありがとうございます。